学校法人、バイ学院は、山口県下関市にあるプロテスタント系の学校法人。1872年に、アメリカ人改革派宣教師のスタウト夫妻により、長崎市に開設された英語塾、スタージェスセミナリーを子想とし、下関の光城女学院との合同により、1914年に、下関バイ女学院が誕生したものである。 元々は設立教育機関のすべてが女子校であり、法人名も学校法人賠償女学院であったが、2001年の開学130年を機に大学の教学化し、現在の法人名に変更された。学院長は、樋口紀子。いずれも2021年9月1日現在、校歌は中学、高校、大学共通の校歌である。なお作曲者が不明である。 関門の空高く輝きて、倍格すしくにおえるところに見、恵みの翼が塔を育み見教えの光が塔を玉、なしあがてよにかたまえの働える、が塔の母校は、山の上の城2015年10月下旬、財政難を理由として40歳以上の中学校、高校の教員11名を対象に希望退職の募集が行われたが、想定人数に及ばなかったため、 ブレインアカデミー社による最終職圧戦の説明会が行われた。具体的には40歳以上の教員21人に対して希望退職を募ったという。西条博士によって行われた説明会では人の目を見て話し聞けよ。その目は何だ。というトと特定の教員に狙いを定めた個人攻撃や人格否定といったパワハラが行われた。 このパワハラが複数回に及んだ結果、バイコー中学校、高校では正規教員の半数が退職し、来年度の授業体制が組めなくなった。この事態を受けて、2016年には有志がバイコーの未来を考える会を設立し、本間正夫の退任と経営方針の転換を求める約1万6000人の署名を学院側に提示した。しかし、 経営陣は応じることなく、これ以降も不祥事が相次いでいる。2017年には、非常勤講師が教員免許を持たずに授業を行う、英語の担当教員が出張中に、教員免許を持たない事務長が授業を行うといった実態が発覚し、在学生は追加で歩行を受ける必要性が生じた。 2018年にも社会科の非常勤講師の教員免許不所持が明らかとなり、在学生に歩行の必要性が生じた。2017年12月5日の第195回参議院文教科学委員会において、自由民主党の江島清は、賠儲学院中学校、高等学校について、おんぬり協会が賠儲学院の中心的な存在となっている宗教の時間で、 進化論を否定するなど、学習指導要領から逸脱した教育を行っている、就学支援金制度の支援学分の学費を値上げしていると明らかにした。また、賠償学院の制服変更の際、保護者会や同窓会への問い合わせがなかったことに、愕然としたと発言した。江島によれば、これらの出来事はすべて大学マネジメント研究会の、 本間正夫が理事長に就任してから起こった出来事だという。バイ学院側は江島の質問に一切回答していない。2017年、バイ学院が給与切り下げなどの労働条件を一方的に変更したことから教員有志10人がバイ学院を提訴した。2018年、バイ学院大学を雇い止めになった男性准教授が起こした。 地位確認等請求訴訟の結果、原告側が勝訴、山口地裁下関支部は、未払い賃金と遺写料の仮払いのため、学校法人、売行学院の口座から約1050万円を差し押さえた。2020年、文学部特任教授が雇用打ち切りに対して損害賠償請求を提訴した。大学側は特任教授に対して、 従業員たる地位の不存在確認請求を提出した。なお、特任教授と学長の樋口範子は交際、婚約関係にあったが、後に婚約破談に至っている。2020年、学長、樋口範子の移行によって、極定馬金の作品や近世紀の和本、佐藤やすまさの急増本など7万から8万冊が廃棄された。大学側は適切な除籍処分で、 貴重本は含まれていないと主張した。ありがとうございます。